幼い頃から私は本を読むのが好きでした。中でも一番好きだったのが、私魔女になる。魔法使いしか入れない国なので、私はこの国を訪れるのを楽しみにしていたのです。お願いします、どうか僕に魔女見習いの試験の極意を教えてくださいませ。私はロベッタの魔女とは違いますので、相手がどんな子だろうと関係ないのですよ。優等生も大したことないんですね。私を魔女にする気なんて最初からないくせに。私はただ認めてほしいだけなのに。あなたはこれから一人になります。でも孤独ではありません。約束、いつかまた会いましょうね。お気をつけて。さようなら。いってらっしゃい。行ってきます。どこかの国の空の下、灰色の髪をなびかせてゆく旅人は一体誰でしょう。そう、私です。